まあそうは言ったって、自分の生まれてきた場所と時間軸っていうものは、これはもうどうにも動かしがたいわけだから、そしてその起点から死に向かって我々は常に後ろ向きにずっと歩み続けてるわけです。だからね、ここはもう自分のこの生まれてきたところの地点で、今の仏教の話を考えた時にね、まあ、神道も含めてやはりまあ勇を出してですよ。いやー、日常生活の中で考えてみると、いかに例えばお正月に三社参りって言って、神社にお参りをしてね、年頭の 元旦に一年の そういうのも法に反する行為になりますよね。だから日蓮聖宗のお寺に行くんです。全焼中のおお寺寺に行っね、て、ご本、すべてご本尊中心に動けばそういうふうに全部生 OK。 活を改めなきゃいかんうん。それはね、ご利益があれば別に止めないんですよ、三者巡りも。ダメ、それね、かなってないんだってば。間の通力で、ひょっとしてね、5を祈れば1個ぐらいは叶ったことも起こるんですよ、パンって。ところが、1年、2年、3年、5年とね、年々再々、何かが乏しくなってくるんです。何かが弱ってくる。トータルで見たときにね、10年経って、こう、水かさが増すようなね、生活全体、家族全体、孫子のひ孫までっていうね、そういうね、水があふれるような、それが本当の意味の功徳なの。絶対なってないんだって。なんだ、まあ、ある意味、ほとんどが気休め。やっぱ、やっとかなきゃいけないっていう、その、まあ、一つの強迫観念と、ね、やらないと、なんか、バチが当たっちゃうよ。やっとけば、きっと守られるんじゃないかっていう、こっち側の思い込みだけでやって、じゃあ、本当にそれが統計学的に出てんのかとなると、絶対なんないですよ。むしろ、弱ってんだって。やればやる。なるほど。それとあと日常生活の中で考えた場合には、例えばこの地に住んでるとなると、町内会、いわゆる自治会が形成された、自治会に参加すると、自治会は仏教よりも神社、氏神そう様をです大ね。事にするから、氏神様の祭事にお金をかけてお祭りとか行事をやるんですけど、ね、すぐそばに、ここに氏神様があるんですが、長年、地区の役員に選ばれて神社を応援する行事に一生懸命になって、去年それをお役を降りて、よかったじゃないですか。だけども、長年やっぱり、伝統的な行事に携わってきたけど、やっぱり、日常生活考えても、仏教よりつながりも、そういう氏神様との関わりが深かったなという ね、特にここはほらでしょっていうのはね、天皇家ともね、非常に、そうそう、あれね、歴史的に見るとすごく面白いんだね。やっぱりね、これは正直なとこね、結局もともとの、ジャポニカっていうこの日本民族が、結局はその渡来人たちに、まあ、征服されてたわけですよ。それの間口がここだからね。だからっていうのは、ある意味さ、その渡来人たちがここでこう大きな文明を築いて、そして大和の方へこう攻め上っていく、その中で大きな重要な位置があったよ神社だったと思うんだよね。特殊な祭礼の仕方だしね、あれ研究してみるとすごく面白いんですよね。でもまあそこはいいとしてだよ。だから人縁が濃いから、そういう神神道ね、神流の方が強い感じはすると思います。だけどもですよ、良くないことは良くないんですよ。それは地域にとっても実は良くないんです。そう、本当に言うと、この地域をこの弱らせてる。みんな頑張れば頑張るほど、なんとなくこう、この辺とか、まあ、こう来る時も感じたけどさ、だから、まあ、空港からね、通って、ね、やっぱりね、弱ってますよ。地域全体に活力がない。これはね、なんとか、ただのその、壁村とかね、その人口減少だけじゃ説明できない。長野の奥行っても感じるのね。やっぱり因習深い仏教が、あっちは仏教が濃いんだよ。そうするとね、この東京から車で走っていくとね、ずんずん、なんかずーんってね、暗くなっていくのを感じるのね。やっぱりね、そういう目で世の中見ていくとね、その、誤った宗教の盛んなとこっていうのは、
その地域全体はなんとなくズボーンって重いものが、うん、やっぱりこの長年法華経を唱えてくるとね、なんとなく感じるんだね、うん、その悪鬼魔人どもがこうやって追いかぶさってんな、うん、みたいな、やっぱその薄いとこもあるしね、都会なんか宗教非常に薄いですよ、うん、そういうとこは基本的には信仰はないんだけど、悪鬼魔人どももそんなにこうたかってない感じですね、うん、なんとなくスカンとしてる、だからくどくもないんですよ、